こちら、サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日664回目の今日の表現は、オートグラフ。さあ皆さん、意味はどうでしょう。自筆、もしくはサインということでよろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこのオートグラフが、自筆とかサインという意味につながっていくのか。そのヒントは、スペルですね。さあ皆さん、オートグラフの中にある別の単語が隠れてません。オート。先日もお伝えしたことがあるんですが、自動車のことなんですね。ですから皆さん、オートの自動車、自動車の自、そこから皆さん、自筆につなげるのは難しくないかと思います。皆さん、耳にしたことがある方も多いかと思いますが、サインと言われたら、これですよね。サイン、サインはサインだろう。というのは単なる勘違いでして。これですよね。うにゃうにゃに署名する。これを表すのがサインでございます。ですので、芸能人の方がするようなサインと言われたら、オートグラフということでよろしいかと思います。ですので、オートグラフとサイン、2つ合わせて押さえてください。ということで、参考になさっていただけます。幸いです。